ユニティテクノロジーズジャパンという会社はですね、ゲームやリアルタイム 3D の制作ツールとして非常に多くのユーザーからご支援いただいているんですが、2016年くらいから映像制作とか、あとバーチャルプロダクション、ライブプロダクションの用途で我々もそのご相談をいただくようになりました。で、その中でですね、ユニティとしてよりできることを直接的に扱えて、さらにそのプロ向けの機材とか用途に頼るようなソフトウェアを開発できないかということで、今回ですね、ユニティはバーチャルプロダクション向けのパッケージを開発して、さらにこれをオープンソースで公開することにいたしました。異なるソフトウェアを組み合わせてこう作られているスイートなんですが、その中の中心となるツールというのが、まずビジュアルコンポジターというツールがございます。これはユニティのシーン上で表現できるもの、大体すべからく持って来れるんですけれども、それだけじゃなくて、例えばそのマスクを出力したりとか、自由にそのレイヤーで構成を作ったりとか、ポストエフェクトとか VFX を載せたりとかっていうことができるようになってます。ライブキャプチャーというですね、これはリアルタイムで外部のさまざまなデバイスとつないでオーサリングができるようにするためのテクノロジーなんですけれども、今回そのスタイプであるとか、そういったそのプロ向けの機材にですね、しっかりと対応させることで、個人制作者に役に立つという機能から、プロの現場で必要な機能まで、こういったその幅広いニーズに耐えるようなスイートになっているかなというふうに思います。本当にユニティでバーチャルプロダクションをやりたいって言ってくださるお客様っていうのは非常に多くいらっしゃいました。というのも、いろんな自分たちのキャラクターとか、そのゲームの世界観とか、作り手のイメージしているファンタジーの世界にいかにシームレスにこう人を連れていくか、でその作業自体をストレスなくさせるか、でそれにはその通の機能をどう使うかっていうところも非常に大事になってくると思うんですけども、今回はスタイプ社のレッドスパイというですね、カメラトラッキングのシステムをユニティとつないでこうリッチな表現にしようということで、キャラクターを現実の空間に置いて、でその現実空間で会話劇とか、一緒にダンスするとか、そういった表現が非常にこう自然なカメラワークで行うことができる。レッドスパイのいいところは、一度セットアップしてしまえばカメラをどんなに動かしてもそれがユニティの中で再現されるので、好きなところにカメラを行っても間違いなくついてくるんですよね。 CG と現実をこう融合させていくときに、根本の実在感って設置だと思うんです。設置とかその空間の整合性、地面にキャラクターの足が設置してるかどうかみたいなところが、レッドスパイだと確実に取れるっていうところがやっぱり大きいですね。ユニティのパッケージとテストプロジェクトを開発するためにレッドスパイを使っています。スタイプ社のエンジニアの方々と密に連携して、それがあってが良いユニティ用のスタイプパッケージバージョン1を完成させることができました。最初はもっと複雑な機械だと思っていましたが、シンプルな機械でいろいろ開発のテストができてというのが、私たち開発者からとするとモジュールを開発しやすくなったかなと思っています。何がすごいって、やっぱり機材がコンパクトだっていうことが一番大きいと思います。センサーが1個カメラにくっついてるだけなんですけど、違うシステムだと処理するためのワークステーションが三脚の下とかカメラの下に台座があって、そこにいるんですよ。ハンディとかでちょっと生々しい動きをつけたいとかっていうふうに思うとちょっと難しい。やっぱりレッドスパイのその取り回しの良さと精度っていうのが頭一つ抜けてたんですよね。いただいた声の中で、世の中にはこれまでにユニティでたくさんのゲームが作られていて、その中のゲームのアセットをそのまま使ってバーチャルプロダクションに転用して、その世界観をリアルと統合できて嬉しいという声がありました。非常にポジティブな反応をですね、たくさんいただいておりまして、本当にすぐにでもこれを使いたいというふうにおっしゃっていただく会社さんがすごくたくさんいたので、やってきてよかったなというふうに思っておりますし、実際にその現場でじゃあそれがこう投入されると、さまざまな問題も多分起きると思いますので、それも含めてですね、なんか一緒に乗り越えていけるといいなというふうに思ってますね。